抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン今もまだこの胸に。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日7月3日水曜日18時45分を回ったところでございます。本日もアーチオスタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて本日のお客様、中小企業診断士、そして宅地建物取引主任者、エールプランナーをされております、奥井博様においでいただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、中小企業診断士でいらっしゃって、はい、でかつ宅地建物取引主任者ということですね、はい、でエールプランナーって、ね、はい、あの肩書きありますけれども、はい、これどういう方、はい、あの意味なんですか、エールプランナー、はい、あのエールプランナーっていうのはですね、はいはい、住宅ローンの返済にお困りのお客様を、はい、うんうんうん、エールっていうのを応援すると。あ、応援する、ね、そういう意味合いなんですね。なるほど、要するに住宅ローンでお困りの方々に、はい、そのご支援しますよ、そうす、エールを送りますよと、そういう意味合いなんです。そういう意味合いなんですね、はい、で今お仕事のね話が入りましたけれども、はい、お仕事の内容としては、はい、今お話しいただいたような、はい、住宅ローンでお困りのお客様に、その住宅ローンの借り換えだったりとか、はい、もしくは計画、返済計画の見直しだったりとか、はい、そういったところをコンサルティングをされている。そうです。あ、なるほど、はい、なるほど。ちなみにお客様は、はい、例えばどん、まあ、住宅ローンのお困りになっているお客様だったと思いますけど、はい、どんなお客様が多いんですか。あのですね、うん、まあ、いろんなお客さんいらっしゃるんですけども、はい、例えばですね、はい、会社を失業されてですね、うんうんうん、住宅ローン払えなくなった方ですとか、はい、うんうん、あるいは、まあ、ご家族がですね、うんうん、病気で会社を辞めざるを得なくなった方、うん、なるほど。それから例えばあの離婚されたりしてですね、離婚、で収入が2分の1になっちゃって、うん、やはり住宅ローンが払えなくなっちゃったりとかですね、そういった方々が多いです。あ、なるほどね、はい、いろいろ家庭の事情が変わって変化して。そうですね、まあ、でもいろいろありますよね。そうですね、はい、なるほど。そういう方々がその奥井さんにアクセスをすると、はい、で奥井さんはどうやってアクセスすればいいんですか、奥井さんには。そういう方、あ、ですね、うん、私の方にあのこの住宅ローンエールプランナーというですね、うん、はいはい、このホームページがありますんで、ええ、そちらから入っていただいてもですね、あ、なるほど、あの私にアクセスできますし、なるほど、私に直接ですね、はい、あのご連絡いただいても結構でございます。直接というのは、はい、電話の私のですね、はい、会社のことぶくコンサルティングっていう会社があるんですけども、はいはいはい、そちらのホームページから入っていただいても結構ですし、なるほど、あの私に直でお電話頂戴しても結構でございます。そうですか。どこに、はい、直でというと電話番号とかっていうのは、あの携帯 の, 番あの電話番号とかもですね、はい、あのそのホームページの、あ、ホームページ載ってる、はい、ホームページ載ってます。あ、なるほど、そうするとことぶきコンサルティングというホームページ、はいはい、もしくは住宅ローンのエール難民エールエール難民エールプランナーっていうですね、そのホームページ、住宅ローンエールプランナー、はい、っていうホームページがあるんですね。はい、そうです。その検索すると出てくる感じ。出てきます、はい、住宅ローンエールプランナーですね、はい、を検索していただけるとホームページが出てきます。そうです。でそこで、あの奥井さんの電話番号はそこに書いてある。あ、電話番号は書いてあります。書いてあります、はい、電話番号が書いてあって、はい、そこにご連絡すると、はい、ご相談いただけると。そうですね、いいですかね、はい、はい、ありがとうございます。例えばどんなパターンが多いですか。借り換えですか、それともプランの見直しみたいな話ですか。はい、うん、まあ、パターンとしてはですね、はい、3通りあります、はい、まあ、一つはおっしゃられたように、うんうん、返済計画の見直し、はいはい、で返済金額を減らすという形、うん、それからやっぱり借り換えをして返済金額を減らす方法、はいはい、それから最後はですね、もう交渉して、うん、返済をやめるという方法がありますね。返済をやめるというのは、はい、ということは自己破産とかですか。まあ、自己破産って言いますか、うん、そこら辺は交渉してですね、はい、それを返済しをどうしていくかっていう形で、その一つの方法として自己破産という方法があります。なるほど、はい、あ、その別の方法もあるわけですね。ありますね、はい、返済しなくてもいい方法。はい、そうですね、まあ、それはちょっとご相談いただかないと分からないかな。そうですね、なるほど。あの返済しなくていいとなると、なんか自己破産するっていうことがね、私は印象としてはあるんですけどね、はい、他にもあるということですね。そうですね、はい、なるほど。
で、このお仕事を始めたきっかけはどういうところにあったんですか？はい、私はですね、2年前まで33年間の銀行の方に勤めておりましてですね、そこでですね、結構この住宅ローンの返済にお困りになったお客様もですね、たくさん見てきました。で、銀行員時代にはですね、そういった方々を、なかなか助けることができなかったものですから、辞めた今ですね、そういったお客様に対してですね、なんとかお安くに達したいと思ってやっております。なるほど、なるほど。あ、ということは銀行員時代にお困りの方をこうご支援することはなかなかできなかったんですね。そうですね、で、苦しんでいる方々を横目に、尻目に銀行業務を続けていたと。そういうことです。ちょっとじぐじたら思いだったんですね。そうですね、で、そこで独立されて、で、そのこういうね、ご支援をするエールプランナーのね、仕事を始めたということですね。そうです、今こちらチラシある、これ見せていいですか？はい、どうぞ。チラシがありますね。住宅ローンでお支払いでお悩みではありませんかと、値上がり、増税、収入減、病気、進学、離婚と、ということですね。まあ、でもいろいろね、この家庭の事情があるんでね、なかなかこういう、こう辛い相談ですよね、これはね、どっちかというとね。まあ、もうそれこそもう本当にどうにもならなくて相談っていう感じですよね。まあまあそうなんですけども、こういったこのことって誰にでも起こりうることですから、気軽にご相談していただければと思います。あ、そうですよね、本当にね、その誰でもっていうかね、そうですね、いつね、どうなるか分かりませんからね。そうですね、ありがとうございます。で、この仕事を続けていく中で、なんかこれ、学べたことっていうんですかね、こう、あ、これはなんか自分の糧になったななんてことありますか？はい、実はですね、お困りになってですね、住宅ローンお支払いにならなくなった方の中にですね、やはり、これ、このチャンスを、このきっかけをですね、チャンスに変えていただいて、今もうすでにですね、新たなお仕事で成功していらっしゃるような方もいらっしゃるんですね。そういった方々には非常にですね、勉強になりましたし、私もですから、お困りの方をですね、一日でも早くそういった良い方向の方にですね、これをこのピンチをチャンスにですね、ピンチをチャンスに切り替えていくっていうことをですね、お伝えしていきたいなと思ってます。要するに今は危機だけれども、これをチャンスに変えていく、そうですね、きっかけになるような、そう、テコをこういうふうにやっていくんですね。出番、テコをね、なるほどね、ありがとうございます。ちなみに感謝の気持ちをお伝えするコーナーなんですけど、どうなぜお伝えしましょうか？実はですね、この仕事を私は知らなかったんですけども、この仕事をやってるですね、始めた方が中川さんっていう方なんですけども、その方にですね、この仕事を教えていただいて、非常に感謝してます。どういう教え合いなんですか？いや、たまたまですね、実はメールで、その私と中川さんの共通の知人っていいますかですね、やはり経営コンサルタントの方から一通のメールが来て、その中にこの仕事の内容が入ってたんですね。そのメールを見た時にですね、なるほど、私はこれは転職だと思ったもんですから。あ、そうですか。そういった意味でこの仕事を始めていただいた、その方に非常に感謝してます。そういう意味では今までの経歴というかキャリアが生かせるし、そうですね、で、問題意識というか、そういうのあ、あって、で、その中で、このお仕事ですからね、なるほど、すごいですね。これ39万人というのは、住宅ローンの返済がですね、できなくなった方が、39万人突破したというようなね、お客さんが39万人突破したわけじゃない。いやいや、お客さんじゃないんですね。なるほど。あ、そうか、返済困ってしまっている人は39万人と。で、これ、この顕在化した人が39万人でですね、実際にはもう200万人いるって言われてるんですよ。200万人、すごい。ですからね、もう本当に誰でも、こういったことが起こりうるというふうに考えていただいてですね、早めに切り替えていただければなと思います。
それこそ立ち直れなくなる前に立ち直れなくなる前にそうなる前にご相談いただけるといいですね。そうですね、はい、もうどうしようもなくなる前になんかこうね相談いただけるともしかしたらそれこそピンチをチャンスにできるかもしれませんね、はい、うん、あ、そう、そしたら話の気持ちを伝えしましょうか。はい、はい、どうぞ。あ、中川さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。以上でいいですか。はい、仲いいですか。仲いいですか。大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます、はい、それではですね最後に大事にしたいことをいただいて終わりにしましょうか。はい、はい、私はですね、まあ、この仕事を通してですね、はい、皆さんが、うん、人に優しい社会をですね、はい、作っていくために、うん、まあ、こういった方々に対してですね、はい、みんなが、うん、優しい気持ちになっていけばですね、うん、より良い社会ができるんじゃないかなと。人に優しい、人に優しい社会を作っていきたいなと、そういうように考えてます。なるほど、はい、このお仕事を通じてということですね。そうですね、はい、なるほどね。このお仕事を通じて人に優しい社会、要するにローンのこの新しく、このお悩みの方が、復活する。そうです、そうです、そういうことですね。復活することが優しい社会につながっていく、はい、で、これまあ、これきっかけはローンなんですけども、はい、それだけじゃなくてですね、うんうん、まあ、うつ病になられた方とかですね、はいはい、あとその、まあ、お子さんとね、天然バラバラになられた方とか、いろいろ困ってる方がいらっしゃるんですから、なるほど、そういった方々全員に対してですね、うんうんうん、まあ、みんなが優しく接してくれるといいなと、はい、あ、なるほど、そういう思いを込めております。なるほど、要するに周りの自分たち の生活環境が整えば、そうです、ね、気持ちが優しくなりますよという、そうですね、そういうところですかね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。どうもありがとうございます、はい、ということでもう一度ですね ご紹介させていただきたいと思います。中小企業診断士、宅地建物取引主任者、営利プランナーをされております奥井博様においただきました。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。